ちは。こんにちは。はい、タコちゃん。はい。ね、クライマックスシリーズ、はい、ファイナルステージをちょっと予想してもらって、はい、で終わりました。終わりましたか。ね、うん、はい。で、今日から、はい、タコちゃんの話をしようと思うんだけど、まあいろいろなんか噂話とか、そうですね。そういうのが一人歩きしてて、はい、で俺もすごく後輩だし、はい、気になったし、はい、だからちょっとね、タコちゃんと電話して、いやいや。じゃあ YouTube 出してくださいよって言うから、ね、今日来てもらって、はい、まあいろいろ言われてるよ。産後に生かされたことを憶測でどうのこうのとか、はい、次 DNA がどうのこうのとかね、いろいろ言われるけど、実際の話さ、本当の話ってどこに転がってるのかなと思って、もう本人しか知らん、分からないわけだし。でもこれは前から決めてたことなんでしょ。いや、僕の中ではもう規定路線のつもりで言います。うん、はい、で規定路線っていうのは次は決まってるわけ。いや、次は決まってるっていうよりもある程度もうジャイアンツが決まった時に、まあ、2年契約っていうところだったので、うん、ある程度2年でって自分の中で、まあ、人生設計だよな。そうそう、自分のな、区切りをつけるっていうのも、うん、ありましたし、その三軍に行くっていうことも前々から聞かされてましたし、だからそのことに対しても規定路線といえば規定路線なんです、うん、僕は言われるがままにっていうよりも、まあ、指示された通りにただこう、まあ、それがコーチだもんなだけで。でも感謝してるでしょ。いや、もちろんです、まあ、いろいろ勉強になったこともあるし、はい、やっぱりジャイアンツに行く経緯っていうのも結局は結構豊さんってこう球場に来ながらいろいろアドバイスをくれるんですけど、僕は豊さんに言われて、あんまり接する機会はないんですけど、うん、忠実にコーチになってからDNA を出て、まあ、広島で選手、コーチを、まあ、選手やってる時は豊さん DNA でコーチをされてて、そう、まあ、そういう時から、まあ、球場で会った時とかは特に僕がコーチになった時、まあ、豊さん自身もやっぱり横浜から一回外に出てる人間なんで、横浜時代に、まあ、伊藤さん自身は何があったかよくわからないですけど、いろいろやっぱりあったときもあったと思うんですよ。だそういう経験を踏まえて僕自身に、たく我慢しとけよ、我慢しとけよ、我慢だぞっていうのをずっと言われ続けていたので、僕はそれを忠実にもう我慢しなきゃいけない。である程度その打撃コーチっていうのが板についてきてからも、あまりその打撃コーチっていうのをあんまりこう根付かせるなよっていう豊さんの言葉ってやっぱりずっと残ってて、でジャイアンツから話をいただいた時に、まあ打撃コーチっていうその肩書きを外されて、まあ総合コーチっていう役職というか肩書きをいただいたので、あ、ちょっともしかしたら自分にとってチャンスかなって、いろいろ勉強できるかな、もちろん原監督っていうのもあったので、うん、原監督の下でもう一回その野球っていうものを、その強いジャイアンツってどういう戦い方、うん、どういう組織なのかなっていうのを、まあ、勉強できるチャンスだな、自分にとってもチャンスだなっていうのがすごくあったので。どういう組織だった？やっぱその広島、ヤクルト、巨人って渡ってきたじゃない。じゃあ巨人はやっぱり異質だった。まあ、まあ、異質って言ったらなんか変な聞こえがあるかもわかんないけど、まあ、一番ですよ。やっぱり一番、はい、そう、組織が一番っていうか、そのもう絶対勝つっていうことが義務付けられてる球団。やっぱ感じる。勝って当たり前っていうところから入るので、うん、その優勝目指しましょうじゃなく、ないんですよ。優勝して当たり前なんだよ、その先なんだよっていう。もう日本一という、もうそのためにはどうみんなが日々を過ごしていくかで、やっぱり練習法にしても試合の入り方にしても、まあ、選手ファーストっていうか、これはもう他の球団もそうなのかもしれないですけど、そういうところはすごく感じました。あ、やっぱり選手を大事にするんだ。そうですね、特別感があるんだやっぱね。まああると思いますね、うん、いや俺我慢だって言ってたのはさ、はい、やっぱり我慢しないと、やっぱこう口を開いてしまうと、はい、やっぱ外でね、自分が育ったチームだったらいいよ、
だけど外で口を開くとさ、いろんな波紋が広がるというかね、それで我慢しろよって言ったこと、それとバッティングコーチで色つけんなよっていうのは監督になるときになりにくいんだよね、うん、なりにくいっていうのはそのバッティングコーチ、じゃあバッティングコーチでいいじゃないかっていうだけの話になってくる。だからそのバッティングコーチっていうだけの色だけはつけんなよっていう、で総合コーチになった。でまあ決まってないと思うけど、まだ DeNA から話が来たらどうするの？噂はあるけど。噂ですね、うん、噂はあるけど、DeNA からユニフォーム着てくれって言ったらどうする？どうしますかね。いや来た方がいい、はい、そりゃね、やっぱね、はい、あそこはね OB 戻さなきゃダメだよ。いろんな、だっていろんな優秀な OB いるから、言ってもだから切ろうよっていう話もされてましたよね、豊さんはね、ずっと、うん、ただまだ違うぞ、まだこのタイミングじゃないぞって、自分の中であったの？いや豊さんに言われてました。あまあでも、はい、まあ、俺はね外出てね、いろんなところの飯を食っていろんな勉強をして、その集約が DeNA に出たらいいなっていうのは俺は思ってる。いや、ゆくゆくはそれは思ってます。 あまりにも転々と、まあ、しすぎたっていうあれでもないですけど、出てった時はピンドとピンドと持ってくるかって思いましたけど、うん、俺は思わなかったけどね。あ、本当ですか。やっぱり出た時はやっぱり、うん、クソっていう気持ちはやっぱりありました、広島に。まあそりゃそうだよな、はい、うん、絶対負けるもんかって思って、だから同じセ・リーグに出たんでしょ。絶対に貸してやる。いや俺は違うパリ、まあ、敵にしたくなかったから俺パ・リーグに出たんですね。まあパ・リーグなかったですね。まあまあでも俺は切るべきだと思うし、うん、次のステップとしてやっぱ監督狙うべきだと思う、うん、いや、まあ、もうやるからにはさ、やっぱそこを目指さないと、まあ、やっぱり、まあ、ずっとコーチをこうやってきて、まあ、ジャイアンツもそうですけど、まあ、ヤクルトの時もそうだったですけど、なかなかこう自分が 思ってても結局できない部分ってあるじゃないですか、うん、決定権がないからな、コーチとして、うん、まあ、提案はできますけど、うん、最終的にやっぱり決めるのは監督ですし、じゃあ自分が好きなようにやりたいんだったら監督になれよっていうところなんですよ、まあ、うん、だそういう意味では、まあ、もちろん監督になれば好きなようにっていうか、自分が思うような野球というかはできると思いますし、まあ、そこしかないと思うので、まあ、そうだな、はい、だち、まあ、それこそ、まあ、縁とタイミングっていうかチャンスがあればとは思ってるんですけど、うん、ただ今回新庄君もビッグボスビッグボス日本ハムの監督になったじゃないですか。そう、おそらく球界がすごく僕変わってくると思うんですよ、新庄。それ思わないですか？いや、変わると思うよ、はい、変わると思うけど、尻つぼみになる可能性もあるし、そのまま花咲くかもわからないし、これはわからないけど、ね、わからない、うん、それでも球界全体が新庄効果で、ビッグボス効果でこう変わって、もし来たらそれについていけるかどうかっていうのは不安もあります、僕自身が。いやそれはね、今までね、それはだから退避されてるのが立浪だよ。だから野球界の勢力図としたら、立浪が勝つか新庄が勝つかによって大きな違いになってくると思う。そうですね、うん、だから、うん、でも今までのやっぱ伝統っていうのがあって、築き上げてきたね、いろんな伝統があって、やっぱ勝負事ということがあって、だからそれをどう捉えていくか、周りの人間が。だからその意識の問題だと思うけどね、俺は。そうですね、そのビッグボスに太刀打ち唯一できるのが僕、原ジャイアンツだと思って食われそうな感じがするけどまあまあ、でもあれだな、 DeNA からお話が来たら切るんだな。まだ DeNA の方が先行して出てたからさ、話が切るんじゃないかっていう。まあそうですね、でも、はい、実際来たら話が、はい、犬も切るね、OB帰るねと思います。よし、期待してます。高木さんも一緒に帰ります。帰りません